はい、それでは前回の続きその2です。説も4からです。ここに、ピストンが VP という速さでもって、下げられます。L の1から、デルタ Z ですね、デルタ Z の位置まで、 L マイナスデルタ Z の位置まで、こう移動させるというわけですね。まあ断熱圧縮するわけですけれども、一定の速さ VP、 これはピストンの速さです。ピストンの速さというのは気体分子の、Z 成分の速さですね、よりもんと小さいというわけですね。でピストンを微小時間デルタ T の間に L から L マイナスデルタ Z の位置まで移動させる。分子の衝突によって VP は変化しない。分子は非常に小さいですからピストンは微動だにしないというわけですね。変化しない。ピストンと衝突した後の分子の速度の正 Z 成分の差は苦となる。この句は VP と VZ を用いて、表しなさいという問題です。ですからこういう方に、Z 方向のせで衝突して、断線衝突するわけですね。その時のその衝突後の Z 成分の大きさはどうかという問題です。まあ、ここにこのピストンがあって、分子がこう VZ でいくわけですね。で上向き性ですからこちらは VP という速度で持って、動いているわけですね。で、まあ、衝突してこう、こういくわけですけども、この速度を求めたいわけですね。 V としますですから反発係数の式を使うわけですね。マイナスのまずその分子の方を先にしましょう。上向き性ですから VZ マイナスのこれがこちら向きですからマイナスの VP ですね。マイナスにしまさないといけない。で、こちらは衝突後はこちらですからマイナス V ですね。引くの、このピストンの方はこれピストンはやはり同じようにマイナス VP でというわけですね。でこれが1だと断線衝突ですから、でこれを解けばいいわけです。ですからこれは、分母が VZ プラスの VP で、これが V ですね。 V とこれとこれでプラスになってマイナスになりますね。 VP が1だというわけですね。ですからこれをこちらに持ってきます。 V マイナス VP イコール VZ プラスの VP だと。で求めたいのはこの衝突後の速さ V ですね。ですから V は、こちらに持ってきて VZ プラスの 2VP だと。まあ、これは方向としてはマイナスですけれども大きさ成分大きさですから絶対値ですからもうこれでいいですね。ですからで、大きさとしてはもうマイナスをつける必要はなくて、クは VZ と VP になってますね。ですからこれがクの答えになります。次はクーランケの問題です。 VP は VZ よりもんと小さい。ピストンの速さは気体分子の Z 成分の速さに比べると十分小さいわけですね。ですから VZVP というその、まあ、積ですけれどもに比べて VP 値はピストンの2乗、まあ、この2次のですね。ですからこれはもう非常に小さいというわけですね。無視できると、まあ、いや言ってみれば近似を使いなさいということですね。よって1回の衝突で分子が得る運動エネルギーデルタエプシロンはデルタエプシロンは K となる。今日は MVP、VZ と用いて表しなさいという問題です。ですから分子が得る運動エネルギーということは衝突後の運動エネルギーと衝突前の運動エネルギーの差ですね。ですからそれを求めればいいと。ですからデルタエプシロンというものは結局衝突前のどちらが速いかというと衝突後が速いわけですね。これだけですから衝突後の運動エネルギーはVZ プラスの 2VP だと。これの2乗ですね。で最初は VZ の2乗だというわけですね。ですからこれは2分の M のでくくるとこれとこれ、これの VZ プラス 2VP とこれの2乗引く VZ の2乗ですね。でこれを見ると VZ 乗と VZ 乗消えますからこれとこれで2倍して4倍の VZをVP だと。でこれ 4VP 乗になりますね。これはもう無視できるからゼロ、ほとんどゼロだというわけですね。ですからこれは約こうなると。これはですからこれは結局4と2ですね。 2M の VZVP だというわけですね。
ですから、デルタエプシロンはこうなるというわけですね。2m2mvppz という式になるわけですね。これが K の答えになります。次はこの問題です。デルタ T の間に一つの分子がピストンに衝突する回数は O かけ T 分のデルタ T、 O というのはもう前回その1でやった分ですね。まあ、復習すると T 秒の間に衝突する回数というのは 2L 分の VZ 回秒だと。なぜならば VZ という 2L 往復 2L という距離を VZ で行く時間は VZ 分の 2L ですね。ですから1回あたり秒とかかりますから、その逆数で1秒あたり 2L 分の VZ 回だというわけですね。 2L がまあ VZ か VZ の速さですから、 2L が何回行くかということになりますけども、で T 秒ですから、これが1秒ですから T 秒ですから T 倍かけたもの、これが T 秒の間に衝突する回数ですから、今度はこれを T で割ったものが単位時間あたり1秒あたりの回数、それでデルタ T 秒ですからデルタ T 倍したものが結局デルタ T の間に衝突する一つの分子が衝突する回数になるわけですね。であるとすると、デルタ T の間にピストンから気体全体が得る運動エネルギーデルタ E は約こうだと、これからこの数字文字を用いて表しなさいという問題です。で、先ほど言ったこの一つの分子が T デルタ T の間に衝突する回数はこれですね。ですから 2L 分の VZT というその T 秒間の間の回数に 1T で割ると単位時間あたりになりますね。それのデルタ T 秒ですからこうなると、で T と T が消えて 2L 分の VZとデルタ T と、デルタ T 間にはこんだけの1個あたりですね、これ一つの分子がデルタ T の間に衝突する回数だというわけですね。でその時に、この運動エネルギーがこれだけ増えるんだというわけですね。ですからピストンから気体全体が得るんですから、結局求めたいデルタ E というものは気体全体だというわけですから、1モルありますからアボガドロ数個あるから、結局 NA 倍デルタエプシロンの NA 倍というわけですね。ですから、これを求めればいいわけです。しかもそのこのデルタエプシロンはその1回あたりですから、これですね、これを考えないといけないと。 2L 分の VZ デルタ T 秒の間のその一つの分子がこれだけ衝撃を加えますから、これをかけたものが NA 倍したものだという、これを求めればいいわけですね。ですからデルタエプシロンは2M VZ BP だと。ですから結局 NA とこれが2M の VZ VP ですね。で 2L 分の VZ デルタ T だというわけですね。ですから2点が消えて結局 L 分の NA だ、2とが消えて M が M になって、ね、それは VZ が2つありますから、これはまあ平均を考えるわけですね。 VZ で VP デルタ D だとこれなるわけですね。結局しかしこれ見るとデルタ VP もデルタ T もないですから、ところで VP デルタ T というのは何かというと、 VP という速さでもってデルタ T 秒がここからここへデルタ T の間にデルタ Z 行くわけですから、デルタ Z イコール VP のデルタ T だというわけですね。ですから VP デルタ T をデルタ Z に変えられるわけですね。ですからデルタ E というのは L 分の NA M VZ 事乗バーデルタ VP デルタ T がデルタ Z だというわけですね。まあこれはまあここに書き直すと L 分の長さですから、こうやって NA のM、VZ 事乗バーだと、こうなるわけですね。ですからこれで手を満たしてますね。ですから答えはこの答えはこうなるというわけですね。次は差の問題です。一方ピストンを移動させる前に気体全体が持っていた運動エネルギー E は V 事乗バーが
VX 乗プラス VI 乗プラス VZ 乗つまり三平方の定理、立体における三次元空間三次元における、まあ、ピタゴラスの定理ですね、まあ、でこれはほぼ、まあ、その同じものだと考えて3倍の VZ 乗場これを用いて用いれば E は差となるという差はこの式この文字を書きなさいという用いて書きなさいという問題です。ですからさピストンを移動させる前はこの L の長さですね、この項における気体分子は1ものですから NA この分子があるわけですね。で結局その E というものは運動エネルギーというものは全てですから NA 個ですね、1個あたり2分の 1MVG乗バーと考えます。これが1個気体分子1個あたりの、まあ、平均速度の 2乗バーですから1つの分子の運動エネルギーはこれですね。で1モルですから NA 個アボガドロ数がありますからこう表せます。ですからこれはところでこれは2分の NAM の V 乗バーというのは3倍の VZ 乗バーですね。これですね V 乗バーこれですから結局2分の3の NA の M VZ 乗バーだとこう書けるわけですね。ですから E というものはこうだというわけですね。これが差の答えになります。次は C の問題です。またピストンを移動させた後の圧力を PB とすると運動エネルギー E と増加分デルタ E の和はピストンを移動させた後の気体の内部エネルギー U に等しいというわけですね。この C は PB デルタ Z L を用いて表しなさいという問題です。でここに、こういう断熱圧縮してここの圧力を PB とするわけですね。 ですから、まあ、気体の内部エネルギーまあ、その運動エネルギーが増加した分だけ内部エネルギーも増加してますから、まあ、この U イコール2分の 3NRT ですね。この場合は N が1ですから結局この U これですね2分の3の RT を求めればいいわけですね。で RT というのは気体の状態方程式で PV イコール RT だと、まあ、1モルですから、まあ、これより、ですからこの P というのは何かというと PB ですね。ここでの圧力体積が L 字乗断面積が正方形の L 字乗で高さが L マイナスデルタ Z ですね。これが PV だとこれが V となりますから RT はこれだというわけですね。ですから PB の L 字乗 L マイナスのデルタ Z だというわけですね。 PB デルタ ZL でもったらこうなってますね。ですからこの場合は C の答えは結局これになるわけですね。これが C の答えになります。次は数の問題です。最後の問題です。デルタ E における VZ 事情場デルタ E というのはまあここでこういうになりましたね。でこの VZ 事情場はまあそのピストンによってその速度が大きくなりましたからVZ はまあその大きくなるはずなんですけれどもその事象の平均というものはもう膨大な数ですからピストンを移動させる前の値を用いることができるとするというわけですね結局。で、まあ、VZ プラス 2VP というのはその莫大な数に比べてその事象平均ですから VZ 乗バーでできるというわけですね。で、まあ、VP というのは VZ に比べてうんと小さいですから、まあ、そういうことが言えるわけです。でピストンを移動させた後の圧力はピストンを移動させる前の圧力 PA を用いて PB は数となる。数の選択肢が A から G まで7個ありますけども7個のうちどれが正しいかというわけですね。記号を選ぶ問題ですが、まあ、これはもうそのまま求めればいいわけですね PB を。ですからこれはこれの結局そのこのピストンを断熱圧縮することによって運動エネルギーが増加したわけですね。この増加というのはその気体内部エネルギーですね。この U だとこの U というのは今さっきやったこれですね2分の3の PB の L 字乗 L マイナスのデルタ Z だというわけですね。でその E というのは一番最初のこれですね。これは2分の3の NA の
MVZ 事情バーだと。これはその一番最初のですが PBA ですね。PA、結局2分の3の2分の3の結局これも E というのは結局2分の3の1モルですから RT ですから、これは2分の3の PBPA で体積が PV ですから V は L3 乗ですね、こういうことを言える。ですから PA の L3 乗だとですね。これで、まず E が求まったと。デルタ E はじゃあどうかというと、デルタ E というのはこれですね、 L 分のデルタ ZNA MVZ 事象バーだと。これはそのこれを使うと2分の 3NAMVZ 事象、これがここですね、 L 分のデルタ Z デルタ Z と NAMVZ 事象、これですね、これとこれからこれから NA の M の VZ 事象バーは2分の3、2分の3で消えて、結局 PA の L3 乗だというわけですね。ですからこれは L 分の出る、これがここへ来るわけですから PA の L3 乗だというわけですね。これデルタ E が。ですからこれとこれを加えたものがこれに等しいというわけですね。ですからこれを PA とこれですね、 E プラスデルタ E から、これからちょっとこれ E がこれですね、2分の 3PA の L3 乗プラスデルタ E がこれですね、 L 分のデルタ ZPA の L3 乗だと。これがこれに等しいというですね、2分の 3PBL 事乗 L マイナスのデルタ Z だと。これから PB を求めることができますね。これは PAL3 乗でくくることができますから、2分の3プラス L 分のデルタ Z ですね。でこれがこれとこれは等しいですから PB が求まりますね。これから PB はどういう式になるかというとできますね。結局これは PB を出しますから PB でもって、これで2分の3とこれで割ればいいわけですね。ですからこれが分子に来ます。これが分子に来ました。でこれと PB を除いたこれが分母に来ます。こうですね。ですから L 乗と L 3乗で L になりますから、これ2分の3のが上に来て3分の2になりますね、 PA だと。で、ここが結局ここに、L がここは L が足りないですね。L が来るわけですね。ですからここに、PA の L だというわけですね。ここ L のこうなりますね。3分の 2L だ。3分の 2L になって PA ですね。これですから2分の3プラス L になって出ると。で、ここは分母はこうなるというわけですね。ですから結局これで、ここがこれとこれで、3分の2と2分の3で1になりますね。ですからこれ3分の2をかけるとこうなると。で3分の2をかけると 3L 分の2ゼルタ Z とこうなるわけですね。で PB がこのようになりました。これをこれこれ分のこれですね。でこれ分のこれとこれかけたものですね。まずこれとこれとこれですね。これ PA の L マイナスデルタ Z 分の L と。でこれプラスL マイナスデルタ Z の PAL と 3L、L と L が消えて3分の 2PA デルタ Z、分子は3分の 2PA デルタ Z になります。で、分母はこれですね。で、この式がこのようになりました。これと展開したら分けたらこうなるんですね。で、これは分母を分子を L で割ると、分子が1、これが L で割ると1マイナス L のデルタ Z になります。で、これも3分の 2PA。L ですね、3L 分の 2PA デルタ Z がありますね。3分の 2PA デルタ Z で分母はこれになります。でこれは1マイナス、これ逆数ですからマイナス1乗になりますね。これが
で、ここは3、ここは L、ここと同じようにして L でくくると1マイナス L モンデルタになります。こうなります。それはこれはそのままですね。で、これは結局はこれはそのままになると。で、これは 3L 分の 2PA デルタ Z となって、これが分母に行きますからマイナス1乗になって、こうなる、こういう式になります。こういう式は C に相当するわけですね。ですから答えは、選択肢が7つありますが、答えは C だというふうにして、なるわけですね。で、ここで最後に、文章が付加して付け加えているわけですけれども、一応まあこういうふうに出したわけですよね。これは断熱圧縮気体分子運動論の立場で、導き出しました。で、最初に、あったように全その1でやったように断熱圧縮をポアソンの法則でもって、その断熱圧縮後の圧力を求めたわけですね。その時はどういう式だったかというと、前文の右ですね、右の結果は P1、その断熱圧縮後の圧力は断熱前の圧力の1+3L/5Δz となりました。で、これをこの式を Δz が L に比べて十分小さい場合の近似を使うとこれになるかどうかを今から確かめてみたいと思います。で、この式をここへそっくりするのを持ってきました。 PB ですね。 PB が P、 こういう式になります。で、ΔZ が L に比べて十分小さい場合は、これ L 分の ΔZ は1より小さいですから、ここに近似式を持って使うわけですね。 1-1 をここにマイナスになってプラスになって L 分の ΔZ、 これも同様にこれもマイナス1になってプラスになります。で、これを展開すると PA ですね。で、これは L 分の PA デルタ Z、 これはこれとこれで 3L 分の 2PA デルタ Z、 これとこれでかけて 3LG を 2PA デルタ Z 値になります。これは L 乗分のデルタ Z の2乗ですから、ほぼ0ですね。これは0に相当しますから、これ無視できると。で、結局これを通分すると 3L 分の 2PA デルタ Z になりますから、これはそのままですね。ですから 3L 分の 5PA デルタ Z になります。で、これはそのままですね。で、PAB でくくると1+3L/5Δz。こうなるわけですね。ですから、PB が、これが、ここまで出るんだよ。これ PB は結局、PA、これの式になりますね。PA、PB や PEB、PA の全く同じ式になりますね。ですから、気体分子運動論で求めた断熱圧縮後の圧力は、こういう式になると。全く同じですね。これはパーソンの法則で導いた結果です。同じになるということですね。